い、皆さんこんにちは。今回はですね、またまたアタックバギーですね。なかなかね再販されないんですけどもね、好きな車がいたらね、ぜひねタミヤ模型さんを再販していただきたいなという感じなんですけどね。機銃がね注文したら来ませんのでね。私のはね、レストアして使ってます。まあ一応再販品なんですけどもね、ちょっとグダグダのシャーシを手に入れまして、レッサーしながらね、使っております。細かい部品などは来るんですがね、なぜかこの機銃、ここら辺についてあるんですけどね、機銃だけがね、あの部品として来ませんのでね、なんとか再販していただきたいなという感じでね、いつものように、スポーツチューンですね、モーターで、ブラシのモーターですね、リポバッテリー 50C かな、 50C の 4200mAh のリポバッテリーでね、走ってみたいと思います。走りながらね喋りたいと思います。はい、行きますよ。あのね、まあ、荒めに走っておりますので結構ワイヤーで振っておりますけどね。あ、なんかね、あの一応質問がね、来てましたのでね、ダイレクトメールの質問来ましたね。大吉さんはドリフトなどやられないんですかということでしたね。私あの名前も出すとまあまあね、あれなんで以上出さないといけますけどね、ドリフトを最初にやり始めたチームのね、兄弟チームで、ドライバ ー, あーメカドライバーしておりましたのでね、ドリフトもできますよ。やってないだけね。そしてね、実はね、ヤタベアリーナというところでね、その当時、横物のね、開発に おられましたね、今おるかどうかどうかわかんないですけどね、若杉さんというね、ダブルさんってそういうのとか、あの横物のドリフトタイヤってご存知ですかね、皆さんね、あるんですね。そのドリフトタイヤをね、試作してる時にね、私全日本の最中でしたんですけどもね、終わってからだったかな、なんか全日本中に声をかけていただいてね、私が所属してるチームのね、オーナーさん、社長さんね、まあその若杉さんと仲良かったのかどうかわかんないですね、私ともう一人ぐらいでね、その とりあえず発売前の横物のね、ドリフトタイヤっていうのをね、ヤタベアリーナ、当時はね、裏にもう一個コースあったんですけどもね、メインの、なんかオーモードコースの裏側にね、押さって、そこでね、ちょっとテストしてくれませんかということでね、テストして、まあ意見などをね、ちょっと出させてもらったりとかね、そういう協力もしますんで、ドリフトできるんですよ。僕は機会があればね、うちのコースちょっとギャップが激しいんで、さすがにドリフト向きではありませんのでね、なんかギャップ少ないところ行って、ドリフトできるところね、していいところに行ってね、ドリフトもお見せできればなと思っておりますけどね。車体、
縦の車体1台分の幅をドリフトしながら通るとかいうね、ここの場所に移る前ね、オンロードしかなかった時のコースね、私が運営したコースで、ね、そういう練習とかを私しておりましたからね、はい、かなりの精度で、ドリフトができますよ。まあまあドリフト本格的に流行る前にやっておりましたのでね、あんまりこうね大会出たりとか、大会自体がありませんでしたね、その時ね、はい、大会出たりとかありませんでしたけどね。まあまあ、楽しい遊びだと思いますね、ドリフトも、はい、まあやられたことないからね、やってみたらどうでしょうかという、まあ、自分の好みに合うね、遊び方でラジコン楽しまれるよね。そしてドリフト得意だよっていうのは、多分このオフロードの2区、もしくは4区で走ってる時にね、あのカウンターバリ笑ってて走ってますんでね。滑りながらずっとカウンター当ててる時もありますね。それを見ていただいたら多分分かると思うんですよね。ちょっと早すぎて、カウンターがね、戻しが早すぎて分かんない時もあるかと思うんですよね。できるんであればスローにして見ていただければ分かると思いますよ。なんかね、スローにして最初の方動画撮ってたんですけどね、スローうぜえとか言ってね、コメントいっぱいいただきましたんでね、スロー、まあなんかご自身でね、スローして楽しんでいただけるようなと思ってスローやめたんですけどね、まあ、うざいって言われるとね、さすがにやめた方がいいのかなと思いますんでね。まあでも他人にうざいってあんまり言わないですよね。知らない人ね。友達じゃないんでね。まあ、そこら辺もね、よく言うマナーを守ってね、YouTube さん、Google さんもね、最近よく言ってますけども、バットボタンとかね、付けれなくするんじゃないかっていう噂になってますしね、もちろんクリエイターの私たちの方にはね、バットボタンはグッドボタンも同じ価値ですので気にしないでくださいっていうね、メールが、どのぐらい前かな、6、7月、1ヶ月前ぐらいに来ましたかね。去年の終わりぐらいに来ましたね、多分ね。まあ、そんな感じでね、もう、動画に対して嫌がらせのコメントとかっていうのをね、なんか排除しようという方向になってるみたいですね。もちろん、まあ、チャンネルやられてる人が他の人のチャンネルにバットボタンつけると、なんかおすすめに載せなくしますよっていうのも、なんとなくそういうニュアンスの英語でですね、はい、来たこともありますしね、今どうなってるかわかんないですけどね、まあ、Google さんも大きな会社でいろんな人の思惑で動いてると思いますんでね、まあ、クリエイター、まあ、私の個人的な感覚で言うと、1000人でクリエイターになった時に、ちょっと来るメールが変わって、仲間たちに聞くと、私にしか来てないメールがいっぱいあったりとか、そして、まあ、登録者様が5000人をね、超えた時から、ちょっと、対応が変わったり、それこそ、これ、クリエイター専用の動画ですよって、見なさいよって来るものが、ね、仲のいいクリエイターの人たちに聞くと、来てないよっていう話になったりね、するんで、まあ、何か基準があるんでしょうね、そこら辺が。よいしょ。ちょっと飛んでみましたけどね。まあそういう感じでね、皆さん見てる方もね、楽しく見れるようにっていうのを Google さんが気をつけてね、やってくれるみたいなのでね、もちろん人の、まあ、そう、まあまあ、普通というか、まあ私が思ってる常識だとね、人の悪口聞いていい気分になる人多分いないと思いますんでね、だからまあ、みんなで楽しくやればいいんじゃないですかね。はい、まあ、バットボタンはそのダメな動画の指標になると思われてる方がおるみたいでね、そういうアドバイスもいただいたことあるんですけどもね、まあそのいろんな方が見てますんでね、もちろん再生回数などもね、結局は Google さんがおすすめするかどうかにかかってくるんでね、まあ、自分がどんだけ努力して作って、まあね、九州でいうと私オフロード系やとチャンピオンを取ってますから、まあ少なくともね、九州ではトップ付近にいるんじゃないですかね、オフロードの殿堂だとね。全日本の九州予選ね、うちで、もちろんうちでやった時ですけどもね、うちでやった時も私がトップ通過してましたので、JMRCA というね、
はい、全日本のね予選、はい、九州予選ね、はい、なのでまあ言えば木彫りの職人さんがキーホーっていうのと変わんないのかなと思うんですが、はいはい、これねちょっと止まってしまったんですけどね、これ、入門用のね、スピードコントローラーというのを使ってますんでね、今ものすごく暑い今日なんかはね、何ですか熱中症注意報みたいなのがね、昨日今日と連続で大分県ね出ておりまして、かなりの温度気温がね、車の温度計で見ると37度が38度となっておりますのでね、ちょっとヒートプロテクターがついて聞いてね止まってしまいましたけどね、少し置いとけばね治ってというかね冷めたら動き出すんですけどね、あまり、そこで酷使してしまうとねまた電気機器なのでね傷んでしまうのでね、皆さんもヒートプロテクターで止まってしまえばしまった時はもう完璧に冷めるまでね一回置いといてもらってね走ってみた方がいいと思います。はい、先ほど言ってたようにね皆さんが楽しくできるようにね、Google さんも YouTube 側もねやってくれてると思いますので、ぜひ皆さん見る方もね、そしてクリエイターの方もね、はい、YouTube で動画出してる方も楽しくね見てる方が楽しくできるようにねなるべくした方がいいんじゃないかと私個人の意見ですけどもね思っておりますのでね、はい、応援いただける方はそんな感じで見ていただけたらなと思います。はい、楽しい動画の方がね笑ってた方が多分いいと思いますので、はい、みんなで笑いましょうということでね、まあ、ここら辺にしておきましょうかね。ヒートペルクコーデルと聞いてますのでね、それではこの動画面白いと思いましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければねサブチャンネルの方を押しております。そちらの方もね登録よろしくお願いいたします。それではさよなら。